長岡山の戦いは、母親戦争の一つ、秋田戦争で、庄内藩と桑名藩の連合に対し薩摩藩を主力とする新政府軍が長岡山にて衝突した戦いである。9月19日に、庄内藩はすべての前線を引き払って、本国への撤収命令を出していた。それに伴い、佐街の隊も撤退の準備を進めていたが、新潟を転戦してきた桑名。 省内軍に新政府軍が追いついたことにより起こった戦闘である。桑名藩主の松平定明率いる桑名兵の京都諸子代と兄で藍津藩主の松平片森率いる藍津兵の京都守護職の両藩兵が幕末の動乱にあった京都の警護に当たっていた。大政奉還で徳川政権が倒れると両藩はその任を解かれて規範を命じられた。しかし、 クワナ城は、薩摩、長州軍に、包囲されていたので、帰ることができなかったクワナ兵は、藍津藩を頼って、海路で、越後に行き、4月27日に、柏崎に上陸し、藍津戦争に加勢した。サダ明キは、藍津と運命を共にしようとしたが、片森がそれを許さなかったので、サダ明キは、函館に向かった。藩兵は、庄内軍を頼って北上した。米沢藩が、 すでに降伏していたので、庄内軍が、では国境を警護していると聞いて、合流するために、町太郎の進む、辰見勘三郎の率いる桑名本隊は、8月25日に、塩川を出発した。途中、福島城にいた、藩主、松平定明に会うために、米沢に向かおうとしたが、米沢藩はすでに降伏しており、神武軍が峠を厳重に警備していたので、変更して、 福島城に向かい、27日に大塩とヒバルに分縮した。9月9日に土湯峠を越えて、11日夜、福島城下に着くと、藩主には一歩違いで会えなかった。福島城で、庄内藩士、中村七郎衛門隊と再会して合流する。共に神武軍と戦うため、庄内藩が進出していた佐賀に向かって、13日に福島を出発する。 笹谷峠を越えて、16日に山形城に着く。さらに、山形街道を北上して、19日佐賀江に着く。庄内藩は3番、5番渋滞。桑名藩は上風隊を左沢に分剣して、佐賀江には桑名藩の内来人隊、松室人隊の2隊が残った。4小隊合計約300人が佐賀江に宿営していた。領9月18日朝。 米沢藩主、上杉持則が率いる米沢兵を先鋒として、西郷隆盛率いる新政府軍が鶴岡城攻略のために出発した。9月20日復業、佐賀江に到達した。その日は、農務が町を追って、視界不良の状態であった。桑名兵と庄内兵は、朝食の最中に新政府軍に吸収された。土地勘がある庄内兵は、すぐに、 西北の長岡山に引き上げた。桑名兵は、辰巳勘三郎の指揮で、沼川沿いに陣を敷いたが、圧倒的な新政府軍の攻撃に損害が増加し、霧の中で唯一見える長岡山に兵を引き上げた。そして、省内隊と桑名隊が合流し、守備戦線を築く。霧が晴れると、再び新政府軍の猛攻が始まり、防衛戦を展開するが、 午後になると新政府軍に包囲された。庄内兵、桑名兵は包囲網を突破して、さらに北西の白井は方面に脱出した。ここで、左沢にいた桑名藩の上風隊が、援軍に到着して、境川に架か,かる馬竜橋を挟んで、2時間ほど、銃撃戦を展開した。しかし大路を断たれることを恐れて、道山腰の山道を通り、夜間行軍で、 肘折り温泉に引き上げ、庄内藩の領内に逃れた。ジオン寺、本堂20日夜、西号と黒田は白岩に宿泊して、翌二十一日にジオン寺を通って、八地に出て宿泊し、二十二日八地を出て、西部街道を経て、新城方面に向かった。最後、黒田たちと別れた米沢藩を主力とした別隊は、海屋に参謀局を置き、二十三日米沢藩、 薩摩藩の隊が静に進軍して、庄内軍と対峙したが、戦闘はなかった。米沢藩が庄内藩には僕を勧める使者を出した。23日、庄内藩の死者が米沢藩の先導で海味に来て、参謀局に降伏謝罪の単眼書等本を提出した。25日に、小口の神武軍の本営で、参謀、黒田清高に面会し、降伏を申し出た。 西郷隆盛、黒田清から沈部軍は、鶴岡城に入る。一方、沈部軍の戦法を命じられていた、米沢藩主、上杉持則は、23日に公営をしずに残して、本体を引き上げた。養衆院戦後、桑名藩主の戦士隊は野ざらしにされたが、戦場の近くの住職が養衆院で、ダビに付した。養衆院の一角には、 クワ藩ハンシ20名が合衆された墓碑がある。ありがとうございます。